もね、大変な選手ですね。試合に先立ちまして、はい、デラックスプロレス様よりビビン萩原選手にデラックスプロレスが選びます。いやー、今選手を紹介しようと思った途端に放送席をね、デビル雅美選手と伊藤博恵改めワイルド葉月選手に吸収されました。さて試合に先立ちまして、これから何か優秀選手に選ばれたわけですか。はい、プロレスの専門雑誌で、はい、プロレスを扱っている雑誌がありますが、はい、ブラックスプロレスの方からアイドル賞とそれから優秀新賞です、はい、なるほどね、はい、両選手並びレフェリー株式会社玉山様、それからフジテレビジョン様よりそれぞれ花束が贈られます。さあ、これから両チームそしてレフリーに対しまして花束の贈呈でございます。フジテレビからの花束の贈呈でございますけども、何か今日は挑戦者チームが異常ですね、雰囲気がね。松岡貴子さんが控え室に行って相当挑戦したんじゃないんですかね、これね。 いつもとは違いますですよ、そうですか、はい、私行ったのはいけなかったんでしょ。どうしたんですかね、特に伊藤博恵改めワイルド和樹ですか、はい、名前を変えただけなんですけども、相当ね自信を持ったというんでしょうか、ふてぶたしい雰囲気になりましたですね。やはりどうですか、初挑戦という、はい、ことがありますね。いきり立ってますね。そうですね、3代目のブラックピアですからね。何はともあれこれから選手の紹介であります。世界タッグ選手権順位60分3番勝負を行います。赤コーナー 3WA 世界タッグチャンピオンチーム150パンド大森ゆか。期待に合わせいたしまして、相川健一リングアナウンサー、選手の紹介、まず大森ゆかり選手であります。パンド耳そして耳萩原選手が大きな拍手に応えております。さあ挑戦者チーム、果たして拍手があるかどうかですね、これね。150パンドワイルド和樹、伊藤博恵選手が名前を改めましたワイルド和樹選手であります。全日本チャンピオン160パンドデビュー雅美。そしてデビル雅美選手、しかしなかなか鮮やかな衣装じゃありませんかね。えそうですね、はい。さあこれから60分3本勝負で試合が行われます。ダンさんは今日ね、はい、耳萩原選手の歌のバックでね、はい、指揮を取ってくださったんですけども、スタンダップ、それからワンナイトメモリー、いかがでしたか。はい、歌をね、はい、歌ってる、ああいうほらもともと歌手ですからね。そうそうそう、彼女は ね以前から知ってますけども、はい、もう急変ぶりでびっくりしましたね。そうですか、はい、とにかくあの時の雰囲気っていうのはもうどこかに全く忘れたようですもんね。そうですね、もうびっくりしましたね。顔つきも違ってきますからね、はい、はい、今日は一つバックをね務めてくださったんで、チャンピオンの方を当然ダンさんは応援なさるでしょ。はい、応援したいと思いますが、ね、はい、松岡さんはどちら応援なさるんですか。私は断然あれですね、ミミちゃんの方。ああそうですか、なんか声はちっちゃいようですね。あのほらデビューさん聞こえるとまたこっち来られますか、ね、はい、今日は谷隼人さん、それから松岡貴子さん、そして、ニューブリードのダン池田さん、お三方をゲストにお迎えしております。解説はいつものようにデイリースポーツ運動部の佐藤翔一さん、 3WA のタッグ選手権試合60分3本勝負であります。さあこれからいよいよ試合が始まります。挑戦者の方が何かまだですね、打ち合わせみたいなことやってますけども、これはとゴングと同時に今行きました。ワイルド和樹が行きました。あっと逆だ逆だ、さすが大森ゆかり。さあチャンピオンチームがまず先制であります。鮮やかなニードロップ、さあ早いですね、スピード感がチャンピオンチームの攻撃であります。これは見事な先制攻撃であります。素晴らしい動きを見せてますね、佐藤さん。いいですね、はい、いいコンビネーションですね、ね、はい、さあっとデビルが出てまいりました。何かもう持ってるようですよ、デビルが持ってますね。今キラッと光りました、金属製の凶器を持っているようであります。さあこちらでは伊藤博恵改めましてワイルド和樹、目まぐるしい試合展開になるようであります。タッグマッチになりますと、また谷さん、はい、ちょっと違ってきますでしょう。そうです ね凶器持ってますよ。はい、凶器持ってますよね、当然凶器攻撃が予想されるところであります。
とにかく今日は登場してくるときにね、放送席に本当にもうあの手洗い、ね、挨拶をしていきましたんでね、すごかったですよ。ちょっとムッといたしました、はい、さあそのデビル正美選手でやります。でも勝負さん、はいはい、デビューさんの体重ね、うちの、 あの主人よりも、はい、大池田さんよりも多いんですよ。さっきもね調べたら、72キロですって。そうですか。67キロしかないんですよ。ランさんも60キロぐらいです。53キロぐらいですよね。ランさんと私と大体同じようなもんですよ。はい、それは驚きましたね。さあどうやら標的になっているのが大森ゆかり選手のようであります。大森ゆかり選手が2人がかりで今喉を攻めつけられております。今日はレフェリーも大変ですね。意味が出ていきました。盛んに胃袋を掴まれてるんですか。あの膜クロートね、完全にあの午前狙いですね。なるほどね。あの大森選手のタイプの、はい、選手にね、ああいう攻撃効くんですよね。内臓は弱いでしょうからね、とにかく伊藤博恵選手の名前を変えました。リングネームをもらいました。そういった意味ではですね、この一戦に何か釣るものがあるようであります。試合のうまさは抜群ですからね。これにアープさが加わってきますと怖い選手ですよね。あーっと耳に行きました。回転指固め。しかしこれは十分な体勢ではありませんでした。谷さん、はい、耳はですね、昔はあの今の回転指固め、これがもう唯一の技でしたね、はい、これで乗せてきた選手なんですよ。はい、最近は多彩な技を身につけておりますが、いつ18番の回転の見固めが飛び出しますか。この辺も大きな見どころの一つであります。それからロープを利用いたしました。最近大技を使うようになりましたね、はい、できるようになりましたね。耳スペシャルって言うんですか、はい、そうでしょうね。バックドロップの一種なんですけども ね、耳スペシャルがいつ出るか。さあデビル正美選手がまた青コーナー、チャンピオンの耳萩原選手を捕まえております。もう完全な2人攻撃ですね。これはもうレフリーが徹底的に注意はしてるんですけども、どうすることもできません。顔面を今マットに叩きつけられました。ミミ萩原選手でやります。ミミ萩原選手も今年の3月でデビューして丸5年目を迎えるわけであります。今年6年目に入るミミ萩原選手、デビューした当時とてもミミがこんなに長くですねやれるとは思いませんでしたですね。そうですね、関係者誰一人として思いませんでした ね、ね、まあ、1年でやれるんじゃないかぐらいの気持ちでしたね。しかもチャンピオンベルトまで手にいたしましたミミ萩原選手であります。さすがにさすがに狂気、ここ一番という時に狂気をさっと胸元から取り出します。レフリーといえどもちょっとねあそこまでは改められませんので難しいところであります。盛んにシューズを改めておりますが、レフリーは胸の中に手を入れたらいけないんですか。いや、その辺は佐藤さんどうなんですかね。その辺は一応了解事項ってみたいなことになってますかね、はいはい、やはり男性レフリーでも女性レフリーでもちょっと難しいです ね、それに関してはまたそんなことは許しませんでしょう、はい、デビルの正美選手が ね、はい、だからどうしようもありません。さあお客様は耐えてるんですけども、完全に改めることはできません。さあデビル、そしてミミ、改めてリング内対戦であります。60分3本勝負 3AA のタッグ世界選手権試合であります。これがこのチャンピオンチームにとっては初防衛戦であります。まだ狂気で背中のあたりを徹底的にやりました。さあレフリーが行きましたがどうでしょうかね。えちょっと無理ですね。今お客様からね、ファイティングスーツの中に入っていると、そしてご覧のようにミミ萩原選手がファンのお客様に訴えてますけども、どうしようもありません。シューズを見てくれという感じのデビル正美選手であります。ふてぶてしいですねこの辺は。さあどうするでしょうか。また何かひそひそ話してやります。今あの凶器をどうですか、手渡したんじゃないですかね。どうもおかしいですね、ワイルドカズキ選手が今持っているようであります。さあ凶器はやはりワイルドカズキであります。ワイルドカズキ、ミミ萩原選手が攻められている。ミミが攻められている。レフリーはね見当違いであります。凶器はすでに映っております。ワイルドカズキに映っております。何か汚い試合になってまいりました。勝つために手段を選ばずといった感じの挑戦者チーム、盛んに狂気を使っております。また喉元をつきました、ね、放送席から分かるんですけども ね、何でしょうか。
5センチ5センチぐらいのもんですか、どうも釘用のもんですね。ああそうですか、ねえ、あれ、あの人々話をするような感じで渡してるんですけどもね、はい、この辺は十分に分かりません。今どうやらデビル正美選手に狂気が移ったようであります。さあノータッチ出てまいりました。デビル正美、そしてミミ萩原選手であります。顔面紅潮しております。いやー、後ろから髪の毛をつかまれてしまいました。あー、そして今度はデビルの強攻撃であります。この辺の反則攻撃にちょっとチャンピオンティーム苦しくなりました。あーっと、カウンター、狂気を持ってカウンターパンチ。デビル正美選手、強烈な一撃であります。騒然としてまいりました場内。新進チャンピオンシリーズ後楽園、こういった時はどうしようもありません、ね、えもう両チームを分けるのに汗びっしょり、汗だくであります。今日のレフリーは松永邦松であります。あーっと、2人攻撃、ミミ萩原選手たまらず、今度はエルボーでいきました。もう一発、顔面をパンチ攻撃、次々にラフファイト。本当にあの伊藤博選手、改めワイルド和樹選手、吹き抜けしくなりましたですね、佐藤さん。やはりこうリングネーム一つというか、あの、はい、変ですけども、名前変えることによってやはり選手は変わりますね。そうですね、大きくなりますね。はい、コーナーで徹底的に痛めつけられております。ミミ萩原選手でやります。さあ、大森ゆかり選手がレフリーに抗議しておりますが、かえってこれが無駄なんですよね。そうなんですね、ご覧ください。抗議している間にもミミ萩原選手は青のコーナーで徹底的に反則攻撃を受けております。さあ、大森ゆかり選手、この辺はやや若さを暴露しております。さあ、伊藤が行きました、ワイルドが行きました。そういえば今年に入って全日本女子プロレス、辻選手たちがリングネームをつけております。さあ、いや、高いところからヘッドバットで行きました。フライングヘッドバット、今度はドワーッと相打ちになった。フライングキック相打ちであります。さあ、ここはチャンピオンチーム、大きなチャンスを迎えました。2人攻撃で行っている。さあ、1人しかいない。今デビル正美選手は場外であります。やーっと買い上げた、どうするかは後ろに落としました。バックドロップの感じになった。さあ、カウントが入る、決まった。カウント3であります。今あのロープは使いませんでしたが、一応ミニスペシャルのような感じですね。いや、ミニスペシャルですね。そうですね、画面持ってね、はい、ミニスペシャル、綺麗に決まりました。まずチャンピオンチーム設定の1本であります。セカンドホール、セカンドホール。さて、1本を取られました、挑戦者チームがどういった試合をこれから展開するかですね。佐藤さん、何か不気味、怖くなりましたですね。そうなんですね、もうこの面も恥も外分もなく、もっともっとやってくれるような気がしますよね、はい、ねえー、ダンさん、はい、それからあの松岡さん、はい、谷さんはまだ男性ですからね、しかもあの、一番逃げやすいところにいますからいいんですけども、これから十分お気をつけください、はい、特にあのダンさんの座ってるところはですね、はい、脅かすわけじゃありませんけども台風の通り道ですよ。ちょっと脅かさないでください。一番場外なんとその辺が多いですから。そうなんですか、キッコさんとダンさんのところが危ないですよ。ダンさんに襲ってきた私がいますから、ね、はいはい、今度はあのキッコさんがね、思い切って殴ると言ってますから、近くへ来たらやってください。さて、一本を選手されましたチャンピオンチーム、いや、挑戦者チーム、2本目どういった試合を見せますか。さあ、もうミミとしてはですね、ここはもうストレートでね、勝負をつけたいでしょう、あーっと、しかしワイルド和樹反撃であります。ドロップキック、綺麗に決まりました。今度は続きヘッドバット、そしてデビル正美選手が出てまいりました。相変わらず狂気を持っております、相変わらず狂気を持っております。あーっと、頭ですね、思い切った強気攻撃、ミミ萩原選手に集中して強気攻撃であります。ロープに振ってどうするか、体当たり、これはミミどうしようもありません。手を伸ばしておりますけども、タッチできず、そのままミミであります。右手に凶器を持っております。何か細い鉄製の凶器でありまして、盛んにこれをボディに、あるいは顔面に、頭に、2
ギミクシー表情で今度はまた頭に強攻撃、盛んにレフリーが改めようといたしますが、ちょっとタイミングが遅れておりましてどうしようもありません。あーっと体勢逆転か、場外に落ちた、リビング場外に落ちました。さあ場外なんとなんですけど、あーっと何かまた棒を持った、狂気を持った、レフリーまたフレンチ狂気を持っている、すごいですね。今日は登場してくる時にもですね、何か凶器を持っておりました、棒のようなものを持っておりました、ブラックペアですね。さあ二手に分かれております。あーワイルドカッチ、大森がもう取り込まれております。さあ向こう側からは今度はデビルマサミ、ゆかりさん頑張ってね、えちょっと放送席の前で伸びてしまいました大森ゆかり選手であります。ミミ萩原選手はリングの上に上がっております。あーチャンピオンチーム、これ、これでちょっと変則大森ゆかり選手がね上に上がれませんと危ないですね。2対1になりますもんね、はい、ピンチですね、大ピンチ、チャンピオンチーム大ピンチであります。大森ゆかり選手ちょっとやられましたですね、ダメージが大きいようであります。さあ、ミミどこまで頑張れるでしょうか。あーっと、どうも落としました。あーっと、お腹に1発、お腹に2発、3発。これはもう完全な強攻撃。どうしたんでしょうか。レフリーが見ていない。レフリーが見ていない。これは連携プレー悪いな。そうなんですよ。ね、選手が動かない方がいいんですよね。そうなんですよ。はい、さあ、あー今やっとレフリーが見つけました。レフリーが見つけました。大森ゆかり選手が怒っている。ここはレフリーに任せた方がいいようなところもあるんですけどね、棍棒を持ち出しました、デビル雅美選手であります。あーん、ちょっとね、ちょっとこれね、ねなんとかレフェリーがね、収集がつかなくなりましたですね、なんとかつかなきゃいけないですよね、はい、さあ、棍棒の取り合いという感じであります。さあ、どうなりますか。4人の選手がリング上ですけども、もうこれは試合ではありません、試合ではありません、喧嘩になってしまいました。反則に次ぐ反則であります。ようやく狂気が場外へ、しかし渡したのが悪いですよね、マスクドユーですからね。そうなんですよね、これまたブラックの選手であります。さあ高々と持ち上げてそのまま落としました。ミミピンチ、チャンピオンチームピンチを迎えました。デビル雅美選手、今ミミの髪の毛を引っ張っている、ミミほとんどもう朦朧としています。さあまた抱え上げた、どうフィニッシュをつけようかというデビル雅美選手であります。高いところからトロープにかけて落としました、ロープにかけて落としました。もーっと、いやこれはすごいですね、ワイルドカズキ一番高いところから場外のミミ萩原を強襲であります。さあちょっと上がれそうにありませんですね、カウントが始まっています、カウントが始まっています。今上がった向こう側、あーっとワイルドカズキ起こった、放送席の前であります。リングの上ではミミ萩原選手朦朧としております。あーっと、いや二手に分かれましてね、これはどうなりますか。ミミが危ない、ミミが危ない、あーっと、やはりね大森ゆかり選手入るのが遅かった、完全な陽動作戦に引っかかりました、ね、分断されましたね、はい、本当大の字なんで、何か今変則でね、はい、もう朦朧としているミミ萩原選手を片足で喉首をこう押さえつけるような感じのそれだけでしたもんね、はい、2本目は反則攻撃ラフファイト、ミミ萩原選手は失神状態でありまして、完全に失神状態であります。いやミミちょっと危ないですね、大森ゆかり選手がねえちょっとね危ないですこれ。ワイルドカズキ選手の陽動作戦に引っかかっている間に、はい、デビル雅美選手が軽くホールいたしまして、今ホールを取った時が危なかったんですよね。そうなんです、はいはい、ミミ萩原選手はもう失神状態であります。さあこれは大変です、1本を簡単に選手したと思ったんですけども、2本目挑戦者チームが取っております。したがってこれから3本目ですけども、ミミ大丈夫ですか。ちょっとね大丈夫でしょうかね、半身心ですね、はい、松岡さん、松岡さん、はい、ちょっと行ってもらえませんか、はい、ちょっと行ってみましょうかね、ミミ、ね、の様子を見てください。はい、はい、さあこれで果たして始めることができるか。上田コミッショナーがやってまいりました、審判部長もやってまいりました。これで変則で続くかどうか、はい、どうなりますかね。ミミ選手がちょっと失神状態で、ただいま
ただいま、ビミハゲラ選手は退場しましたが、大森選手が一人で戦うと言っておりますので、これを許可します。ビミ選手は今、控え室に戻りまして、大森ゆかり選手が一人で戦うと、はい、コミッショナーに言ったわけですか。そうですね、これをコミッショナーが許可すると、許可するわけです。あのデビルのね、抗議はですね、不戦勝じゃないかということですね。はいはいはい、そうでしょうね、しかしコミッショナーはですね、はい、2対1戦速を認めたようですね。あの指導の続を命じてますね。いやまさにデスマッチになりましたですね。今松岡菊子さんには控え室に行ってもらってますけども、さあミミが正気に戻るか、はい、あるいは2対1で戦えるか、このままね大森が勝てるか、ね、難しくなってまいりました。大変なことになりました、大変なことになりました。大森ゆかり選手、いかに力もつく、2対1は無理、2対1は無理でしょう。さあ視力を振り絞っていくか、ああ柔道技が出ました。大森ゆかり選手柔道技キックであります。いいキックですね。獅子奮陣であります。獅子奮陣の大森、一人でどの程度持ちこたえることができますか。大ピンチを迎えましたチャンピオンチーム。ミミ萩原選手が失神して控え室へ。若い大森ゆかりがデビル雅美選手とワイルド和樹2人を相手にしております。どうなんですかねこれ、谷さん。はい、大変なことですよね。これだけどね、ちょっとかなりのハンデですよね。ねえ、挑戦者チームは余裕を持ってますよ、やはり ね、 ね、はい、もうあとは大森選手のスタミナをね、消耗するの待ってばいいわけですけどね、はい、なかなかね2対1でコールをするというのは難しいと思いますけども、はい、さあチャンピオンの大森ゆかりどう耐えることが、あーっと今ちょっと相打ちになった。ここはチャンスであります、ここはチャンスでありますが、大したことありませんね今の相打ちは。さあデビルが行った、デビルが大森を締め付けております、喉を締め付けております。佐藤さん、はい、どんな展開が考えられますか。どっちかをね、あの場外に落としてですね、その間にあのホールするっていう手はあるんですよね。はい、場外戦に持ち込むとね、非常に一人残ってますからね、はい、やはりチャンピオン苦しいでしょうね。そうでしょうね、そう場外戦ですね。さあ場外に持ち込まれました大森ゆかり、まだ海の姿は控えず、試合場には姿を向けておりません。2対1連続マッチが続いております。後楽園ホール満員であります。今あの松岡菊子さん放送席に帰ってまいりました。試合は場外戦になってますけども、このままカウントが続けばね終わっちゃうわけですよね。はい、はい、今ですね、どうでした、どうでした、一番したらね、はい、あのゲーゲーって言っちゃってるんですよね。あ、ただあのな中のものは出ないんですよね。あ、そうですか、苦しいわけですね。あの廊下にも座り込んでゲーゲーやってました。ちょっと無理みたい。そうですか、カウントがついてるんですか、入れますかね、入れますかねこれ。はい、大森のお父さんがね今心配そうに娘の試合を見てますけどもね。さあ大森ゆかり選手なんとか時間いっぱいに入ってまいりました。松岡さんが控え室から戻ってくれました。今あの苦しいんでしょうね。でもあの意識の方はどうやら戻ったんじゃないですかね。そうですね、はい、その辺のところゲーゲーやってると時間をやってるんですよね。あの鉄の、はい、鉄のってコンクリートの床にもうね、はい、しゃがみ込んじゃって。あ、そうですか、意識はね戻りましたよ。はいはい、あーっと今戻ってきましたよ。ミミ萩原選手がどうやらリングの上に上がってまいります。さあ大森ゆかり選手よくここまで耐えましたですね。よく耐えましたね、これはもう大変の、できる状態かどうかですね。ミミがね、はい、仕事を控えして水をかけてきましたですね。あーっとカウントが入りそうだった、危なかった大森、なんとか耐えて今ミミにタッチ。いやーでも大丈夫なのかしら、果たして試合をできる状態かどうか。何しろねすごいもうね、はい、弱ってましたよ。はいはい、あーっとまたコンボを持ち出しましたですね。ミミまだ朦朧として、あーっとお腹をやられました、お腹をやられました。レフリーもどうしようもありません。ちょっとレフリーが正しくないんじゃないでしょうか。ちょっとね、このボールに関してはね、はい、もっとあのこのぐらい取ってもらいたいですね。棍棒ですからね、もうこれでね、はい、反則取ってもいいと思うんですよね。反則をね、はい、はい、あー今大森が取りました。しかしね、どうも渡す相手が悪いんですけども、今度はジャンボ堀が取っております。今度は狂気はジャンボ堀が取っておりまして大丈夫でしょう。
あっと、しかし中耳は場外へ。大森も危ない、大森も危ない、大森も場外に落とされたようであります。またバイトから ゆかりさん大丈夫ですか。マイクを取ったらね、マイク、かなりのものです。塩野さん、リミちゃん見てください。リミちゃん、さあ、リミちゃんの怒った大森かに泣いてますけどもね、本当に悔し涙。選手が上がってるか。今、リミ、萩原選手上がりました。リミ選手上がりました。さあ、あとはどうなるか。場外乱闘が続いています。場外乱闘が続いています。今、レフリーのカウントが始まっています。もうめちゃくちゃ場内争奪という感じなんですけども、さあ14ですね。さあどうでしょうか。挑戦者チーム上がれるか。リミはすでに場内に投票しております。大森ゆかり選手、あーっと今上がりました。今上がってまいりました。一本一本であります。一本一本、決勝の3本目。さあデビル雅美選手、ミミ、萩原選手を捕まえている。ヘッドバットのもう連発であります。殿下の宝刀、ヘッドバット連発。もうあの萩原選手危ない。気力の勝負ですね、これは。そうですね、こうなったら気力と気力。あーっと、ミミ、萩原逆転。さあどうか、得意のミミスペシャル出ました。得意のミミスペシャル出ました。さあ大森と二人がかりであります。チャンスですね。さあドライブの勝ち、どうなるか。このまま抑えに行けるか。耳がいった、カウントが入る、入った、やりました。綺麗に決まりました。耳萩原、最後は鮮やかでした。最後は大森が、そうですね、しかし最後は大森が行きました。ミミスペシャルが出まして、仕上げは大森ゆかり選手であります。デビル雅美選手が額を切りますね。場外乱闘でね、はい、しかしもう凄惨な試合になりました。まさに壮絶な試合であります。今場内に初の防衛戦がつけられております。しかし苦しかった、苦しかった、タイトル初防衛であります。タイトル奪取も苦しかったんですけども、その2倍3倍の苦しさを今日はチャンピオンチーム味わったことでしょう。本当に栄冠涙ありですね、今日は ね、 よく頑張りました。最高の防衛戦じゃないですか。はい、谷さん、はい、松岡さん、いかがでしたか。まだやってますね。いや、もうレフリーがやられてますけども、はい、やっぱりあのね、はい、女の子だと思ってましたけど、迫力もあるしね、はい、それなりにスピードもあって、あ、またやってますよ、ね、まだやってるんですよ、もうね、はい、なかなか。でもね、塩野さん、はいはい、私あの大森ゆかりさんの涙を初めて見ましたよ。泣きながら戦ってましたでしょう、ね、最後はもう泣きながら戦っておりました。大森ゆかり、よくやりました。今日はもう今も泣いてますもんね、ダンさん、はい、何か最後はですね、本当にもう収拾がつかない感じになりましたが、初めてリングサイドでご覧になっていかがでしたか。もうびっくりしてもう、ね、もうどうにもなりませんね、はい、いやびっくりしたんですよ。そうですか、今日は段池田さんがね、特にニューブリードナーの指揮の方はね、任せまして放送席に座ってくださいました。ちょうどダンさんのところが台風のね、通るところでして大変でした。今リング上では上田真嗣コミッショナーからチャンピオンチームに対しまして表彰状であります。そしてチャンピオンベルトがしっかりとこれから巻かれます。帰ってまいりました。最後はもう大森ゆかり選手、涙を流しながら戦っておりました。そしてミミ萩原選手は一旦失神して控え室に帰ったんでありますが、よく這うようにいたしましてリング内に登場してまいりました。そして最後は殿下の宝刀ミミスペシャル、これが大きくものを言いました。さあチャンピオンベルトが再びチャンピオンチームに帰ってまいりました。そしてフジテレビ界であります高田プロデューサーから送られます。嬉しいでしょうね。ミミちゃん良かったですね、うん、本当にね、本当にね、真っ青でした、はい、最後はもう切れていない、何でなんでしょうかね、精神的にもチャンピオンになることを今日は証明しましたね、はい、そしてデイリースポーツ界であります。
満員の後楽園ホール、お客様の興奮のチャンピオン、復活でございましてね、今、田中とトロフィーを迎えられております。